はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャービットは、やっていきたいと思います。はい、というわけで、前回は4対1で負けてしまいまして、そして、はい、今回は3位の下関フォーチュン、正直厳しいです。これ相手に多分やっても、多分勝てないと思いますね。超女子選手を探してます。前回の割やったっけな。出てこい女子選手。出ませんね。まあ、とりあえず試合をやりましょう。さあ、スタメンですけど、今回は休ませたいので、あえて3つ落とすことにします。休ませるのは女子選手を中心に行きます。2号、緑を代わり起用します。夏木の疲労化ですね。窓かですね、2000球ですが、もう結構検討するんじゃないかとは言われてます。ただ現実は結構きついでしょうね。まあ再開さえならなければそれでいいです。さあ、現実の結果はいかがかな？さあ、藤原か？おっと、藤原、ナイス抜け。ピンポンみたいな。ですね。お？おー。夜はカレーを食べました。なんか、ちょっとブランド名忘れたんですけど、近所のフレスコで。なんか、なんかのカレー店のブランドだったんですかね。それが、パッケージ打ってて、チャンス！あー、惜しい！おー、逃してますね。さあ。結構頑張ってますね。親身があるのかな。おっと、防ぎました。ノーホイッスル。チャンスです。入りました。先取点。びっくり。なんと先取点です。もしかしたら調子がいいからかな。流れもきっちり働いてます。パスもなんかちゃんと置くようなパスでいいですね。あっと、ファールです。まあ、引き分けでも1点もらえますからね。まあ、勝つのが一番ではありますが。あとは特訓カードですね。これを得て。お、いいパスで上がったが、残念。そうそう、あとですね、最近、
チーズがいいんですよ。板状に伸びたチーズ。生活応援チーズというのがありまして、大体普通のチーズって7枚組が多いんですけど、そのチーズは10枚で、198円で売ってるんです。そうです、なかなか美味しいですし、からお腹すいたなっていう時に食べておくと、おっと、ああこちらが黄色か、お腹すいたなっていう時に食べておくとすごくいいかも。おー、目が口抜けた。さあチャンスですよ、藤原。さあ、あっと残念。さあ初勝利、こうなったら目指したいようですよね。あーでもこらえました。簡単に抜けてしまいますね。パスうまいよな。またリターンで選手交代させましょう。早めに手当てを行います。窓かも出した方がいいのかな。いや、まだか。羽生田を出しまして、これで全員チェンジですね。お、カルベ。誰かいないか。惜しいですね。さあ、逆にピンチ。おっと、あーっと、自チームに、イエローを与えてしまった。これは抜けますね。そう。チーズといったら、ロッピーチーズじゃないや。ロッピーチーズもいいんですけど、QBB の、ベビーチーズを、買ってたんですよね。お、すごい！すごいな、履いて。強引に押し込んできますね。裏返って、シュートですよね。はい、そのベビーチーズを今まで食べてたんですけど、スライスチーズの方がいいんじゃないか。腹膨れるし、あー残念。と思った次第です。なんか酒のつまみみたいになってるよな。おっと、キーパーナイス判断。せめて引き分けぐらいまでは持っていきたいですよね。しかし腰のがね、いいよな。ほぼ最後のチャンスかな。焦りは禁物だが、あーこれはりましたね。もうほとんど時間は残ってないです。あー敗れさいましたね。前半いきなり点を取ってよかったんですけど、まだ2点取られちゃいました。予算を使って選手を補強する必要があるのかもしれないです。これが選手点。
ここでは決めてくれて、もしかしてっていうのはあったんですけど、ここすごかったなぁと思ったんですけど、で、ワンツー返して土地を、いいセンタリングを上げますね。裏をかかれました、完全に。そしてもう一度コシノ、これはコシノが裏を返して強引に押し込んでいきます。振り向きざまにシュートを打ってギリギリに入っちゃうんですよね。そしてここチャンスだったんですけど、あー無情にオポストが、下関ホーツンの攻撃というわけで、はい、残念ながら敗れ去りました。やはり 57% と圧倒的に持ってますね。ただシュートは10本打って枠内も4本だったんで、結構頑張ってるなと思います。はい、3つですね、カードを取ったという流れ。あー最下位なんだ。というかまだ他は一勝してるんだけど、一勝もできてないですからね。まだ支持率は落ちてないですけど、早めに手当てする必要はありますね。まあ、落ちてもいいのかもはしれないですけど、選手はいないと。お、一周ありますね。そして N2 なんで無理はさせないで、これは特訓を行いましょう。止まって行ってるかもしれない。一攻撃っていうのがあるんですね。十条ステップ、くるみですね。シュートでいきましょう。ナックルシュート、スーパーセーブ、キリンのセーブってありますね。執念のクリアっていうのがあります。はい、というわけで、本日はここまでとしたいと思います。なかなか苦戦は必死ですけど、頑張っていきたいなと思います。はい、多分次回練習試合をやるか公式戦をやるか、黄色がまだ選手いないので、
練習試合やってもいいかもしれないですね。はい。いつも通り、ブログ、ツイッターやってます。説明欄に記載しておりますので、洋試験は見に行ってください。チャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。また、最後に流します動画、関連動画、それからプレイリストを、ぜひぜひ見てください。カルチョビット青をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうでした。